どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、ブライダルガチャ引いていこうと思います。はい。星5以上、星6以上確定と、それ以外の普通のブライダルガチャがあって、普通の方はこんな感じ。ナッツルミリア、白が 1% の、ユーリ、ノルザあたりももちろん 1% で、で、星7の新キャラかなが、テオレが 2.8%。あとは、薄いが 2% ですね、確定枠で。で、まあ、シルコも 2.8% って感じになってます。で、星6以上確定の方が、ナツルミリアも 1.5% に上がってて、ハクも 1.2% に上がってますね。で、星7の新キャラが、シルクが 3.3%。で、薄いが 2.5%。ティオレが 3.3% に上がってるって感じになってます。で、まあ、どっち引くべきかに関してなんですけども、まあ、運がいい人は基本的に、まあ、星6以上確定を引いてあげてナッツルミリアハクを狙うのが無難かなとは思いますけども、結構いっぱい回数引く人とか運悪い人はこの星石5個の方ですね、普通のブライダル引くのが結構ありかもしれん。今回は石6個以上確定を引くべき、星6以上確定を引くべきかと言われれば意外とそんなことなくて、まあその理由がこの交換所なんですけど、20体交換所なんですよね。これがなかなかえぐい、正味20体交換、15体交換ってやばくて。まあでも魔法石換算100個なんで、まあそんなもんじゃそんなもんかもしれないですけど、めちゃくちゃしんどいんで、この交換所。なので普通に石5個の10、ブライダルか。石5個ブライダルを引いてあげて、交換するのが一番メタかなとは思いますが、まあただユーコールチャンネルはね、別にナツルミリアも白も地引きする予定なんで、ちょっと実際にね、引いていこうと思います。はい、なんで僕はこっち引きます。地引きで狙っていきましょう。で、何よりですね、このこっち、星7の薄い、セシリアじゃないわ、薄いテュオレ、シルクですね。こっちを引きたいので、まあ今日は星6以上確定引いていこうと思います。まあだから、ナツルミリアとハクのみしか狙ってない場合に関しては、意外ともう石5個引いちゃった方が交換で確定で取れるので、そっちの方が無難かもしれないですね。まあ、とりあえずこの時点でもうほとんど新キャラいないこと確定なんですけど、おい、いい加減にしろ。こっちだとね、どうしてもね、交換の弾がね、減りますからね。やばい、もうチャンス1回しかない。やばい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 。沼ですね、これ。これ、なかなか地獄だね、よく考えたら。もうこの人ね、結構沼ハマるの、もう、なんかなんとなくわかるもんね。おい、来た。止まるのは確定か。止まるのは確定。さあ、5分の1。誰が来てもいいけど、別に。はいはい、もう一番ありがたいね。シルクは交換できないので、自引きしたいんで、テオレ出ろ、バグれ。よしよし。これで、テオレ出たら、マジでもう実は、あとはめっちゃ気楽。テオレが出ればね。めちゃくちゃ嬉しいけど違うんだよね。いや、めちゃくちゃ嬉しいけどね。めちゃくちゃ嬉しいけど違う。いや、もう本当にめちゃくちゃ嬉しいんで、今。マジで、声に出ないぐらいめちゃくちゃ嬉しいんだけど、違うんだよね。いや、もう超嬉しいよ、これだって。15体分交換弾を浮いたからね。これできるならもう当然ね、こっち引いた方がいいからね。いや、まあ、この出る可能性があるから、意外と引くなら星6以上でいいのかな、結局。まあでも確実に取りたかったら絶対あれだよね。交換図で取るべきだもんね。さあ、来い。基本ね、星6卵は熱いんですよ。はい、もう最高。もう、終わった。あ、もう、勝ちです。で、ね、聞いて。テオレが今引けたでしょ、シルクはさっき引いたでしょ、で、ナツルミリア引けたよね。ってことは、あとは、ハクと、あとは、ウスイなんだけど、ウスイは、もう確定買ったの。これでウスイ買えるでしょ、ウスイは OK で、あと、ハクに関しては、交換もできるし、買える。最高。ほらな。これで、ハクは、今買ったんで、3600円で。まあ別に買う必要ないんですけど、まあとりあえずこれコンプできたので、はい、終わりです。最高です。え、もうめちゃくちゃいいじゃん。これでさ、ハクも、薄いも、え、コンプです。終わり。今回は比較的、テオレとシルクで沼らなければ良心的ではあるね。まああと、交換所があるんで、何より。交換できるのも結構熱いかなっていう感じです。はい。ちょっとここからは交換の玉欲しいんで、ブライダルガチャ星5の方引いていこうと思います。金がどんぐらい出るかなんだけど。
めっちゃ出るならやだな。銀、新しい。やっぱ気持ち的にね、その銀と金が出ないっていうだけでも星6以上確定引きたくなっちゃうよね。結局このなんていうの、同じ出力、結局これによってさ、ナツルミリアとハクを地引きできる可能性っていうのが大幅に減ってるからね。運がいい。よっと、それができるならそれでいいけど、別にそれができるならすごいことが起きてる今日。引きよ、マジやばい、みんなガチャドブは成り立たんこれ。だってもう引きよすぎて、あ、引き割る。何これ、なんかこの動画やばくない？なんか都合良すぎん？あ、めっちゃ都合悪い。あ、ゴミ、ゴミゲークソゲー、おもんな。パズドラやめます。ちょっとまあそれは置いといて、でもこんな感じで今はまあ爆死してるんだけど、でも実際これを交換に使えるもんね。ほら、これでナッツルミリア取れるからさ、別にね、沼ろうがさ、結局交換玉にできるんで何ら問題ないっていう。え、めっちゃいいやん。どうせいらんやろこんな。ほらもうこれでナッツルミリア3体目でしょ。あと1体ぐらい取っとくか。絶対こんないらんもんだって。いや交換所が噛みすぎるな。で最後吐くか、吐くも取っときますか。玉足ります？玉足りるならって感じとあるけど、あ、絶対足りるわ。ほらもうこれで20体。うわー、結構コスト痛。うわ、まあまあ、まあまあ痛いね。これ全部打ったら結構のモンポになる。だがこれで交換、こうすることで白も3所持でしょ。まあ武器1枚作れて悪くはないよね。まあ、白武器そんな使わないだろうし、1枚選ば十分そう。で、ナツルに関しては4枚取ってるんで、キャラと武器で運用できるのもめっちゃいいですね。OK、じゃあもうこれで終わりだわ。はい、まあ、という感じが僕の順、ブライダルイベントでした。引いた回数で言うと意外とそんな引いてないんだよね。星6以上確定を1、2、3、4回でしょ。4回引いて、でその後普通の順、ブライダルを5回引いてるんで、まあ、結果としては215個、まあ、1万円分結構引いてんな。まあ、確定枠含めたら2万円ぐらいか。いや、確定枠含めたら、確定枠が痛すぎるな。確定枠含めて2万円ぐらいですね。まあでももうそれで完全に終わったので、まあまあそういう意味ではまだマシかなと思います。はい、まあ、強いて言うならちょっとティオール武器とかね、もうちょっとねゲットしておければよかったんですけど、まあまあ賞味ティオールとかシルクをわざわざ深追いしたくはないので、まあこれ以上はねいかないようにしておこうかなと思います。まあという感じが今回のブライダルイベントのガチャ内容でした。まあ、あの前回コンプしてる人とかからしたらね、もうあのめちゃくちゃ簡単にコンプ終わりますし、前回引けてない人からしても別に必要なキャラナツレミリアと、まああと薄いぐらいかな、強いキャラポンポン取れば終わりの話なんで、まあそういう意味でもかなり気楽なイベントかなと思います。今回はめちゃくちゃなんか無理に課金してやる必要もないので、欲しいキャラだけ狙って撤退していただければいいかなと思います。まあ、という感じがね、今回のジューンブライドでした。確定枠がね、意外と高いんだよな。今日気づいたわ。だって、ノルザが3600円、ウスイが2400円、で、ミリム、間違えた。間違えました。ナツルミリアですか？が、3600円なんで、それが1万円でしょ。まあでもね、確定買うことでね、めちゃくちゃガチャ気楽になるんでね、まあぜひよかったら交換でゲットするか、もしくは確定買ってあげてください。まあ今日からね、あのジューンブライドのキャラどんどん使っていこうと思いますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。